その日さえ良ければそれで移動もすももです。今日はダルさんから梅札というお菓子をもらって食べてみようと思います。うまそう。こんなお菓子です。で、今日のドリンクはグリーンルイボス、オーガニックグリーンルイボスティーというものを最近飲んでます。で、ルイボスティーって結構癖があるあって苦手な人もいるかもしれないんですけど、このグリーンルイボスティーは割となんか普通のお茶って感じです。なんかこのグリーンルイボスの方が高級らしいんですけど、私はどっちかっていうと、まあ、こっちも美味しくて好きなんですけど、あの癖のある赤いルイボスティーの方が好きかも。どう違うんやろ。ちょっとルイメ美肌効果やメタボリックシンドローム、糖尿病予防、ストレス解消などさまざまな健康効果をもたらし、子どもからお年寄り、妊婦さんなど幅広い世代から人気を集めます。南アフリカの限られた地域でのみ栽培されるルイボスティー。そう、やっぱルイボスティーってノンカフェインなので夜でも飲めるし、そのやっぱり健康にすごいいいっていうのをよく聞きます。で、私が買ったこれは結構茶葉をずっと入れててもそんなにまずくならないし、なんか結構濃いのも美味しいなって思ってます。で、 OL あるあるなんですけど、結構あの職場でお湯、あのティーバッグ入れたらなかなかティーバッグを出すタイミングを逃したりするんですよね。まあそういうのもあって、結構ルイボスティーって茶葉を入れたままでも美味しいから、割と OL の味方だなって思います。なんかグリーンルイボスの方は発酵の仕方が違うらしいです。グリーンルイボスの方がちょっと高いんですけど、グリーンルイボスは茶葉を発酵せずにフリーズドライ製法という急速乾燥加工で発酵を食い止めるため、この乾燥設備を有する工場でしか製造できず、これも価格に差が出る要因らしいです。なんかルイボスティーはこのグリーンルイボスは発酵させてないから、ルイボスの栄養素をそのまま保持されたまま衛生管理がされた工場で作られるみたいです。ルイボスティーは発酵過程により非常に多くの栄養成分を失われます。一方、グリーンルイボスは発酵工程がないので栄養成分が損なわれずに製品となるため、通常のルイボスティーよりもはるかに優れた栄養価や効能が期待できます。で、通常のやつと比べるとルイボスティー、グリーンルイボスはフラボノイドが10倍、アスパラチンという成分は約81倍。グリーンルイボスで1杯で通常のルイボスティー80杯分のアスパラチンを取れるらしいです。で、フラボノイドは日本人に多い生活習慣病の予防に役立って、アスパラチンはルイボス特有の成分で、なんか最近そのアスパラチンが持つ医療効果が次々と発見されてるらしいです。このアスパラチンは煮出すことにより多くの成分が抽出、浸出されます。まあ、とりあえずなんか
赤いルイボスティーよりグリーンルイボスの方がいい成分がいっぱい入ってるらしいです。まあ、癖がないので普通のルイボスティーが苦手な人でも結構美味しいと普通に飲めるかも。では梅札を食べます。お、いっぱい固まってる。いただきます。うん、あ、美味しい。うん、美味しい。なんかガムではないけど、なんか梅の味が美味しい。化学調味料、合成着色料は使用していません。うん、甘酸っぱさがお口に広がり、梅の香りで気分爽やか。クエン酸とポリフェノールが入ってるみたい。うん、不思議な食感。うん、おいしい。で、最近机の中の整理をしようと思ってて、で、化粧品とかも机の中に入れてるんですけど、それを仕切りが欲しいんですけど、なかなかいいサイズの仕切りもないし、割と化粧品とか、まあ、文房具とか机に、まあ、職場でも文房具とか入れてるんですけど、机に。で、いい仕切りがないかなと思ったら、このカントリーマームの入ってるやつがかなり使えるんですよね。この奥行きといい、サイズ感といい。で、結構やっぱり化粧品とかその文房具とかってやっぱり汚れるので、まあいいやつっていうか普通に買っちゃうと、普通に100均とかで、まあ、100円やけど結構その汚れるのに、まあ取り出して洗うとかもめんどくさいから、こういう使い捨てじゃないけど、お菓子の容器だったらもう、あ、汚れたなって思ったら簡単に捨てれるし、またお菓子食べたついでに容器を再利用することができるのでいいと思いました。で、この知恵は実は私が前に4ヶ月で辞めた職場のまあ、ミュウツー的な存在の人がいて、まあその人が結構、まあ、今は笑って言えるけども、当時はほんまに怖くて仕方なかった。もうほん、まあ、仕事ができる人なんですけど、私はもうすごい怖かった。まあ見た目はプリキュアみたいな感じなんですけど、もうほんまミュウツーでしたね。まあその人がようお菓子を食べてはって、まあ、それでなんか容器をよく、まあ、よくカントリーマームを食べてはって、まあ、カントリーマームの容器を再利用してなんか付箋とか入れてんのを見て、あ、賢いなと思って。まあお菓子の容器って普通に捨てたら結構もったいないなって思うことあるんですけど、もう結構その引き出しの奥行きに結構ぴったり合うことが多くて、結構おすすめです。私が4ヶ月で辞めた仕事で唯一得たことは、カントリーマームの容器がすごい使えるということです。で、カントリーマームってすごい、なんかこれ見てやってみたんですけど、温めて溜めても結構美味しいんですよね。まあ、そんなカントリーマームの話は
どうでもいいんですけど、まあ、最近思うのはどんな職場であれその職場で得られるものを得て辞めるのがいいかなって思いました。まあ前の仕事4ヶ月で辞めちゃったんですけど、カントリーマームのヨッケがすごい使えるということを学べたのでよしとします。で YouTube のネタにもできたからいいやって思ってます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンどうぞよろしくお願いします。